マイビック・ファット・ウェディング。マイビック・ファット・ウェディング。現代、マイビック・ファット・グリーク・ウェディングは、2002年のカナダとアメリカ合衆国の合作によるロマンティックコメディ映画。ジョエル・ズウィックが監督し、ニア・バルダロスが脚本を執筆したほか、主役のギリシャ系アメリカ人、フォトゥーラ・ポルトカロス役を演じた。トゥーラは、ギリシャ人ではない上位中3階級の ホワイトアングロサクソンプロテスタントのヤン・ミラーと恋に落ちる。批評家からおおむね高評価を受け、第75回アカデミー賞において、アカデミー客本賞にノミネートされた。予想外の大ヒットをし、初週は第1位にならなかったが北米で、興行収入2億4、140万ドルを上げ、ロマンティックコメディで最高の興行収入を上げた。2003年、 この映画に影響を受けたテレビドラマは短命に終わったが2016年3月25日映画の続編が公開された。ビッグ・ファットとは大げさなという意味でグリーク・ギリシャ式とついているのがミソである。主演のニア・バルダロス本人の結婚のエピソードを下敷きにした一人舞台が元になっている。 舞台と同じく脚本と主役はニア・バルダロスが担当した。この作品はトム・ハンクスの制作会社によって制作された。ハンクスが妻のリタ・ウィルソンの勧めで舞台を見たのが映画化のきっかけとなった。低予算で制作されたインディペンデント作品であったが、口コミで上映映画館が全米で拡大を続け、8ヶ月にわたるロングラン上映2億ドル以上の興行収入を 記録する大ヒットとなった。2011年4月に、米、CNBC が発表した、利益率の高い映画ランキングでは予算に対し61倍以上の公収益を上げたとして第1位に上がっている。ギリシャ娘の3つの義務は、ギリシャ男と結婚し、子供を産み、一生親の面倒を見ることだ。シカゴに住む30歳のトゥーラは、ギリシャ系アメリカ人であるが、 古くて厳格な父親に育てられた。未だに独身の彼女で、周囲の心配をよそに恋愛経験は一度もなく、両親の経営するレストラン、ダンシングゾルバで働く毎日だ。ある日レストランに客として訪れた、アメリカ人教師屋に一目ぼれする。トゥーラはパルテノン神殿風の家に住み、あらゆる言語はギリシャ語からできている。何でも窓拭きスプレーで治る。 課長の言葉は絶対だと信じていて、女に学問はいらないという父親を、母親の男は頭で、女は首、でも首がないと回らないという説得も聞いて大学に進学。おしゃれとパソコンを覚え、おばが経営する旅行会社に勤め始める。店の前を偶然通りかかったことから、イアンとトゥーラの交際が始まる。アメリカ人と付き合っているのを重視が目撃し、 父親は激怒。一人っ子のイアンは、トゥーラとの結婚を認めてもらうために、ギリシャのやり方を学び、回収もする。ギリシャ教会での結婚当日、親戚中が集まる。母親は結婚の秘訣を、台所では、子羊のように従順に、部屋では、虎のように大胆にと助言し、父親は挨拶で、見かけは違っても、中身は同じだと言って、新居を送るという。 花嫁衣装に唾を吐きかけることなどイアンの両親は終始びっくりし通しだが賑やかな結婚式にもだんだん馴染み最後にはギリシャ式の踊りをして終わる6年後二人には娘ができまたギリシャ式が受け継がれていく1997年夏の6週間開催されたロサンゼルスにあるハドソンバックステージシアターでのバルダロス脚本及び 主演の一人芝居から始まった。バルダロスは、後に、冗談で、より良い芸能事務所を見つけるために書いただけだと語った。カナダのウィニペグでの自身の家族、及び、ギリシャ人ではない男性との結婚をもとにしている。この地域のギリシャ正教協会をプロモーションして回り、この舞台は、ヒットして、ほとんどの公演が完売した。ギリシャ系のリタビルソンを含むハリウッドの多くの、 エグゼクティブやセレブリティが感激し、ウィルソンは、夫のトム・ハンクスにも感激を進めた。バルダロスは映画化の脚本を執筆し始め、映画化について様々なエグゼクティブと会った。しかし、あらすじを変え、マリサトメーなど著名な女優に主演させ、ギリシャ系でなく、ラテン系アメリカ人にさせるなど商業主義的な条件が出されたため実現には至らなかった。終演から2ヶ月後、 ハンクスの制作会社プレートーンが映画化の件で接触し、1998年初頭のグローブシアターでの再演にも同意した。後にハンクスはバルダロスの主演起用について、ニア自身の人生と経験を自身の視点で描いており、真実味がある。それがスクリーンを通して人々に伝わると思うと語った。2000年トロントでのプリプロダクション中、バルダロスと プレートーンのプロデューサーのゲイリー・ゴーツマンは、同地でセレンディピティ撮影中のジョン・コーベットがバーいることを聞きつけ、共通の友人に頼んで脚本を読んでもらうと、コーベットはこの作品のオーディションを受けられなかったことを残念だった。バルダロスト・ゴーツマンはコーベットにイアン・ミラー役をオファーし、コーベットはこれを受け入れた。ウィニペグのギリシャ人コミュニティの生活をにしているが、映画は、 シカゴを舞台にし、トロントとシカゴで撮影された。トロントのライアソン大学、グリークタウンで主な撮影が行われた。ガスト・マリアのポルトカロス夫妻の住居及び映画終盤で、トゥーラとイアンがその隣に購入する家は、イーストヨークオコナー通り近くのグレムット・クレセントで撮影された。ポルトカロス邸として映画で使用された外部装飾の多くはそのまま残っている。トロントにある、 ジャビス高等学校でもいくつかのシーンが撮影された。2002年2月の公開後、4月19日にアメリカ国内で限定公開されたが、8月2日の全米公開と共にこの夏世界中で公開された。予想外の大ヒットをし、限定公開から着実に成果を伸ばしていった。週の工業成績が1位を獲得したこともなく、500万ドルの 低予算の自主映画でありながら、世界中で3億6、870万ドルを上げ、エコーブリッジエンターテイメントによると21世紀最高の恋愛映画の一つとなった。2002年、アメリカ及びカナダで5番目に高い興行収入となり、アメリカ国内だけでアメリカドル2億4143万8208ドルを上げ、ロマンティックコメディ史上最高となった。また、 アメリカ国内で北米の州の工業成績1位を獲得したことのない作品で最高の工業収入になった。制作費600万ドルに対する利益が6150%で映画史上最高利益の作品の一つとなっている。一般的に好評を得ている。ロッテンタメイトスの121のレビューによると76%が満足し平均6.7%。 10の評価をつけている。このサイトの総評は、時々テレビのシットコムのように感じるが、この作品はニア・バルダロスによるシャープな脚本と演技で、面白おかしく心温まる、愛すべき作品と記している。メタクリティックでは29のレビューで、平均62点をつけられ、大根好評とされる。2012年、10周年記念 DVD を呼び、ブルーレイがリリースされた。 デジタル化され、未公開シーンの他に、バルダロスとコーベットの30分間の思い出話が収録されている。バルダロス以外の出演者とハンクスの制作会社プレートームは後にゴールドサークルフィルムズをハリウッドアカウンティングで訴えた。2003年、この映画に影響されたテレビドラマが放送され、主要登場人物の多くを同じ俳優が演じた。 ただし夫役のコーベットの代わりにスティーブにエコールドがついた。当時コーベットはテレビドラマラッキーと契約済みであったのである。コーベットはエコールド演じるヤン役の親友役で出演する予定であったが、その前に番組が終了してしまった。登場人物の出入りが多く、シリアスな話が映画版と異なるとして批評家からの評価は低かった。 ソニーピクチャーズテレビジョンが制作し、7話がソニーからリリースされた DVD に収録されている。2009年、バルダロスは映画でのインタビューで、マイビック、ファットウェディングの続編の可能性を尋ねられ、続編のアイデアがあり、ドリーム同様ギリシャを舞台にした脚本も執筆し始めていると語った。2012年11月のインタビューで、実際、そうね。 具体的なアイデアができたのは最近のこと。続編がどうあるべきか周りの人たちに聞いて回っていた。スターバックスの隣に座った人は私のアイデアを聞いてという。私は今コーヒーを飲もうとしているところなのと答える。あまり重大に考えたことはない。でも最近ジョンと私がインタビューで会った時、お互いずっと大笑いしていた。私は時が来たと思った。 彼は何か書くんでしょうと言い、私はこの時に書こうと思った。私たちにはこういったことで相性が良いと語った。2014年5月27日、複数のニュースや報道機関が続編進行中であることを報じた。その後、ニア・バルダロスはツイッターを通じて、これを認めた上でこの映画の脚本を執筆していると記した。 2015年11月11日 NBC の ToDay にてマイビッグ・ファットウェディング2の予告編が初公開され2016年3月25日続編映画が公開された。しかしおおむね低評価で興行成績も振るわなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。